Do you know you?いちごだよ。あげちゃん、ぐりくん、取材よろしく。あげちゃん、ぐりくん、うちの畑へようこそ。今日もたくさんのいちごが実っているよ。ハウスの中もいちごの甘い香りがしますね。いい匂い。ここで育てているのは小実り。大粒で酸味が少なく上品な甘さが特徴なんだよ。午前中のうちに作業を終えて、そこから一粒一粒品質をチェックしながらパックに詰めていく。収穫量も多いから結構大変な作業になるけど、安心して食べてもらえるよう毎日頑張っているんだよ。手間と時間がかかるハードな作業ですね。美味しいイチゴを育てるには土作りがとっても大切。肥料のほかに微生物の働きを利用した土壌改良剤を使っているよ。これを使うことで土の中の通気性が良くなって、病気にも強いイチゴが育つんだよ。また生育のバランスを見て、夜の間にハウス内に電照をつけて日光を補ってやったり、寒い季節にはボイラーを使って空気を温めたり、いちご作りにはいろんな苦労もあるけど、おいしいと言って食べてもらえるよう頑張って育てているよ。Do you know you? では今日のまとめだよ。忙しくても手間と時間をかけて作業している。微生物の力を使って土作りしている。冬の時期には電照やボイラーを使うこともある。作曲中。ではみんなでいちごの歌いってみよう。人気のいちご恋実り、ハードな収穫頑張ります。微生物生かして土作り、元気に育つ、電車もボイラーも上手。